精度はですね、あのこれ積んだロボットで、あの2本腕で、あの1本が割と精密作業用と言いましたけれども、あれであの穴の中にですねピンを刺すという作業をその小松と大阪大学がやってて、その時この芯で扱ってるんですけども、それで、ギャップがクリアランスが 0.6 ミリということは、あの穴の径に対して 0.6 ミリだけちっちゃい、0.6 ミリだけギャップがあるピンをですねこう差し込むと、普通建設機械ではそんなことはできないですけども、それがあのできています。ですから、まあ 0.6 ミリぐらいの